自身と周囲の方の安全を守るために不要不急の場合を除き外出はお控えください。皆さんの安全を守っています。ドローンネットワークの監視を続けてきましたが、ようやくメアリー・ケリーが奴隷のマーケットセールの招待状を送信しました。デッドセック、ケイトリン・ラウよ、あなたたちの出番ね。ドローンをハッキングしてマイクロチップを埋め込んだ人たちをどこで売りさばくつもりなのか突き止めて、この汚い商売に終止符を打ちましょう。随分と簡単でしたね。あなたもそう思ったでしょう。セキュリティコードを解読するので少々お待ちください。バグリー、何か分かった？メアリー・ケリーは1904年から営業している衛星施設ハックニーバスで売買を行っています。こちらは奴隷を売りさばくためのマーケットとなっています。彼女は海外から投資を受けてると言っていた。協力者、顧客、従業員、全て合わせると相当な規模になるわ。メアリー・ケリーの核心に迫ってる。ラウ警部補はメアリー・ケリーの起訴を法務長官事務所の知り合いに話すつもりです。起訴するに至るデータを収集する必要があります。マイクロチップはこの問題の核になるものだけど、実態はまだつかめてない。具体的な証拠になりそうなものを探して、例えば設計図とか領収書とかサンプルとか。作戦は至って単純です。ケリーの宴に押し入り情報を集める。それとできれば死なないこと。ハックニーバスではくれぐれも用心しな。メアリーはボタン一つで人質を皆殺しにできる。今の段階で解放したとしても命はあってないようなものだ。メアリーはまだこっちの動きには気づいてないから、その隙を突くしかない。それで次は？不用意な行動は避けてください。建物の CTOS ハブをハッキングして中の様子を探りましょう。いいアイデアね。すぐに終わるわ。システムに入ったわ。名前、場所、日付、手に入るものは全て確保して、この事件を立証して囚われた人たちを解放する方法も見つけないと。何ができるか考えてみる。まだ誰も来てない。よかった、シャンパンの到着が遅れてるんだ。金持ちのクソどもは本当にただ酒が好きだからな。そいつで乳離れしたのか。ちゃんとカメラを見ろ。正面だ。よし、いいぞ。さあ立て。よし、そこでゆっくり振り返り。いやだ、やりたくない。頼む。聞こえないのか。立てと言ったんだ。情けないやつだ。こいつはダメだ、売れるわけがない。買い手は品質にうるさい金持ちばかりだからな。下に連れてけ。カタログを更新して、そいつのステータスをネットに上げる。よせ、悪かった、言う通りにするから。うやだ、行きたくない。うるしい、黙ってろ。そんな。はあ？調べてみるか。地下はロックされている可能性が高いと思われます。とはいえ、あの間抜けな連中の一人がその周辺にアクセスコードを放っておいてある可能性も高いでしょう。これで地下にアクセスできます。よし。
いつもこんな奴らとやってる。胸が悪くなるような話はそう聞かないわ。人間のショッピングを楽しむだなんてもう耐えられない。まずはマイクロチップを無効化しましょう。そうしないとメアリー・ケリーが先に在庫を処分してしまいます。心臓すら移植できます。心臓、肺、角膜、ゴールデン信じられない。これがゴールデングース？メアリー・ケリーのオンラインマーケットよ。臓器やドラッグや銃や人間を売るための。こんなもの存在してはいけないわ。後で手を洗った方がよろしいかと。面白いものが見つかりましたね。ミス・ケリー、なぜ爆薬の発送が遅れてる？金は届いてるはずだ。ええ、全額ね。正直、実家の地下室ででかいことを言ってるだけの連中だと思ってた。それで、今は？そっちには資金力がある。そしてうちの組織は大変なことに巻き込まれる可能性がある。金額は倍が適切ね。評判通りだな。だが我々は金よりも価値のあるものを提供できる。例えば権力だ。どうだ、ロンドンの女王になりたくはないか。女王ね。この町の主、完全な自治権。そして一切の抑止もない。物を渡しさえすればあんたはロンドンの支配者だ。まあ悪くない話には聞こえるわね。爆薬は届ける。やけどしないようにね。これなら決定的な証拠として使えるわ。メアリー・ケリーは爆破事件を起こすための爆薬を提供してた。これに奴隷と臓器売買を加えたらもうおしまいね。なるほど、興味深い展開となりましたね。結局メアリーはゼロデイではありませんでしたが関与はしていました。痕跡を隠すゼロデイの計画は見事というほかありません。実際まんまとしてやられました。私にすら悟らせないとは本当に大したものです。当初の目的を忘れるなよ。まずはケイトリンのためにゴールデングースの情報を確保だ。バグリー、いくらかデータは復旧できたか？シンプルなマーケットサイトですね。品物のリストの一部は復旧できましたが、ラウ警部補が必要としているものではありません。バブリー、ダークウェブサーバーを見つけないと。ケイトリンのためにデータを抜いたらメアリーのビジネスが完全にオンラインになる前にぶち壊してやろう。そうしたいのは山々ですが、サーバーが世界中を飛び回っています。おそらくシャッフルするプロトコルや何らかの複合的ネットワークを使っていますね。もちろん突き止めるのは可能ですが数日かかります。上の階の男が詳しいことを知っていそうね。彼にサーバーの場所を聞きましょう。時間を無駄にしたくはない。さて、今のはなんだ？一応周りを調べてみる。Thank you.
優れた感をお持ちです。ゴールデングースサーバーの座標が判明しました。それからマイクロチップ制御の中継地点も両方ともネオゲートに存在します。さすがね、バグリとしてもサーバーデータを確保して、そしたら私がそれを法務長官の事務局に引き渡す。メアリー・ケリーに全ての悪事を償わせてみせる。サーバーをそのままにしておけない。マイクロチップの制御装置と一緒に破壊すればチップを埋め込まれた人々を解放できる。次の目標はネオゲートです。メアリーはゴールデングースのサーバーをサイバーセキュリティソフトウェア企業の最深部に隠しているようです。彼女の罪は許しがたいものですが、その手口は見事と認めざるを得ません。着いた。ネオゲートは近年台頭し、アンチウイルスの市場を牽引しています。この成功の裏にはケリーが関わっていると見て間違いないでしょう。そしてこれから私たちがその全てを台無しにします。聞いて、私もあなたと同じ気持ちよ。一刻も早く連中を吹っ飛ばしたい。でもまずはできる限りの証拠を集めましょう。そのためにここまで来たんだから。まずはカメラネットワークをハッキングして情報を集めましょう。この映像はサーバー室の開花のものです。なんだか少しワクワクしてきませんか。さまざまな化学薬品を調合したボツリヌス菌、コノトキシン、サクシニルコリンと言ったところでお前にはわからないか。とにかく完璧な調合のためにかなり試行錯誤した。すぐに死んじまったり内臓が汚染されたら困るし。嘘でしょ。ここでマイクロチップを埋め込んでるんだわ、実験台として。バグリー、映像を全部記録して証拠として使ってやる。他にもあります。清潔を心がけるのは良いことです。感染症のリスクは避けたいですからね。まだありました。マイクロチップによって引き起こされる発作が問題ね。商品にダメージが残って価値が下がる恐れがある。特に目は繊細と。マイクロチャージが原因の可能性があるみたい。下部への損傷は最小限だけど、
約 34% の事例で。もういいバグリ、これ以上見たら目を漂白したくなる。これに関わった奴は地獄の特等席で存分に苦しむといいわ。ゴールデングースのデータと一連の映像、それに爆破に関わった証拠も手に入れた。メアリーに正義の鉄槌を下すには十分な量の材料だ。そうね。まずは早いところ爆破させてマイクロチップを無効化しましょう。よし。開いた。あなたの見事な勝利に賛辞を送ります。メアリー・ケリーには心底嫌気がさしたわ。何もかもぶち壊してやる。マイクロチップの機能はすでに停止しています。ケリーの金の牙城は肝臓すら用なしですので、ゴミ箱にポイしてやりました。私をしらけさせるのがうまいのね、バグリ。辛辣ですね。ともかく本当に笑えない状況になる前に脱出することをお勧めします。これで十分よ、デッドセック。今すぐ法務長官の事務局に連絡を入れる。時間を無駄にはできない。これでメアリー・ケリーを捕まえられる。本当にありがとう。がっかりさせるなよ、ケイトリン。よし、じゃあ次はケリーに囚われてる人たちを見捨てるわけにはいかないよね。メアリー・ケリーは奴隷たちがもはや奴隷ではなく証人になる可能性が高いということにすぐに思い至るでしょう。彼らが死体に変えられてしまう前に可及的速やかに捕らえた方が良いでしょうね。そいつはまずいな。ケイトリーの計画には多少の影響が出るかもしれないけど、残された人たちも救わないと。ケリーの拠点はサンドストーンレジデンスです。マップに印をつけておきました。メアリーは家の掃除に躍起になっているようですね。彼女の近距離でのマイクロチップ制御はまだ有効です。あらかじめセキュリティシステムを無効にしておかないと、たくさんの命が奪われることになります。分かったわ。
よし。終わった。これを見て。もう一回ないわね。なんでしょう。ちょっと動け。あら、やろうっていうのね。ピーター。なんてことなの。まあ、少なくともチップは無効化されました。メアリーは下のオフィスに閉じこもっていますが、メインフレームでエレベーターが使えるようになるでしょう。それと見張りがいるので頑張って生き延びてくださいね。へえ、それはよかった。できるだけメインフレームの近くにいてください。メアリーのオフィスへとつながるエレベーターを再起動させます。チップが動作しない。オフィスにいる害虫をすぐに駆除して。ピーター、役立たずばかりね。早く奴らを始末しに来てちょうだい。完了です。エレベーターも復旧したのでメアリーのオフィスにも入れるようになりました。それとラウ警部補に回線がつながっています。残念ながらご機嫌は芳しくありません。デッドセック、そこで何をしてるの。約束をしたじゃない、私のやり方でやるって。だから一緒に証拠を集めたんでしょ。手元にある証拠でもう十分よ。でもそれで奴が奴隷を殺すのを止められるわけじゃないだろう。あの女は狂犬だラウ。無駄話する時間はないわ。彼女が妙な真似をしでかす前に踏み込んで、こっちも向かってる。来なさいよ。あんたたちの腹渡を引きずり出すのにマイクロチップなんて必要ない。デッドセックね、タイミングだけはいいこと。警察が捕まえに来るわ。へえ、それは楽しみね。全員動くな、下がりなさい。メアリー・ケリー、あなたを逮捕する。すればいいわ。この茶番にお情けで付き合ってやるから。でも長期交流できると思わないでね。いい、あんたたちに目標を与えた。私は恩人よ。またすぐ会うことになるからね。止まれ。彼女が黙ってあんたたちに獲物を取られるとでも。
を守るの？人間？体制？約束してくれ、必ずその女を有罪にすると。このクソ。行って、さあ早く。どうやらあなたたちの願いが叶ったみたいね、デッドセック。メアリーにはもう逃げ場がない。本当は正しい方法でやりたかったけど、彼女の所業を知った今となっては殺す以外になかった。あの女はそれに値するだけのことをやったんだ、ラウ。たくさんの人を、アンヘルを苦しめた。あんたは正しいことをしたよ。メアリー・ケリーは牢屋にぶち込まれるだけでは済まないことをした。正当なやり方ではないけど、これでよかったのよ。どうかしら。これも正義の一つなのかもしれないけど、私のやり方じゃない。少なくとも最初はそう思ってた。クラン・ケリーの女王は去りましたが、その空いた席を埋めようとする配下はまだまだたくさんいます。そうね、バグリー。こっちでも注意深く見張っておく。クラン・ケリーの残党の情報が入り次第、あなたたちにも知らせるわ。これからも協力し合いましょう、デッドセック。